はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこれ。はい、福島みずほ氏、正体を表すというですね。もう、どうぞ、これ見ました？今日の福島みずほさんのツイート見ました？私、びっくりしちゃったんだけど、これね、何のことかっていうとですね、今ですね、ついに国会に審議入りしたですね、重要土地規制法案でございます。これ何かっていうと、ご存知の方多いよね。日本ってですね、外国資本がですね、日本の土地をですね、買いたい放題なんですよ。うん、普通ね、先進国であればですね、ね、国土ってとても重要でしょ。そこをですね、外国資本がですね、自由に購入することができて、自由に使えると。で、それをわざわざ国に届ける必要がないなんて、そんなお前、ガバガバじゃねえかよと。そんなの許されるわけないじゃんっていうのはですね、一般市民のモラルの範囲で考えてもわかるじゃないですか。ね、一般常識の範囲で考えてもわかるでしょ。日本ってね、今ですね、やられたい方なんですよ。ね、今ガバガバって僕言ってるでしょ。日本って今ね、ガバガバなんですよ。うん。もう中国資本ね、ね、今やですね、世界中がですね、中国共産党を危険視している中ですね、うん。このね、中国共産党ですね、日本の土地を買いたい放題買えるんですよ。何にも規制がないから。で、買った後ですね、自由自在に利用ができると。例えばですね、今起こっているのはですね、米軍とか自衛隊の基地の横の土地をですね、中国資本が購入してですね、なんかね、基地の中を、内部をですね、全部見渡せるようなですね、高い建物が建てられていると。まるで中国共産党にですね、自衛隊とか日本国内の米軍基地がですね、監視をされているという、そんな状況になってきつつあるんですよ。で、ね、この状況を見て取った日本政府、やっと気がつきました。やっとですか？これ何年も前からですね、この危機をですね、日本人たち叫んでいたはずなんですけども、やっと気がついた日本がですね、これね、土地重要規制法案ですね、やっと昨日審議入りしたんですよ。うん。でですね、これね、公明党にですね、ね、かなり骨抜きにされてるんですよ。まあ、アホでしょ、公明党って。ね、こんな重要な法案ですね、さっさと成立させですね、もう、外国の資本がですね、日本の土地を購入したいって言ってきたときですね、もう国会でですね、もう目を皿にしてですね、鬼のように厳しい審議をしてですね、もう、反日国家だったらですね、もう反日国家の企業っていうだけでですね、購入はダメーとか言えばいいんですよ。それが僕たち国民の普通の感覚でしょ。ね。でもですね、公明党はですね、それを邪魔をしてですね、土地の購入は自由にできるようにしちゃったんだよね。あ、最悪でしょ。うん。次の選挙でどうすればいいか分かってますよね。うん。でですね、でもですね、この法案の中ではですね、利用するときにどういう目的で誰が所有してどういう目的で利用するのかということをですね、国とか自治体に届け出が必要だっていうようなことをルールを一応敷いてはいるんですよ。で、これによってですね、それに違反した場合はですね、罰則を与えるというようなルールなんですね。それでも全然甘々だと思うけれども、今までこんな感じでしたからね。他の国々は動いているのにね。で、イギリスはないように見えるけれども、イギリスは実質的にですね、所有者であるとか、管理者をですね、この外国企業は政府に登録して毎年ですね、更新をしなければならないという法案がですね、もう提出されていて、これ通りそうなんですよ。うん。というわけでですね、日本唯一取り残される、はい、中国にですね、ね、経済制裁かしてないのもですね、G7 では日本だけとかですね、もういろいろ取り残されております。日本大丈夫なんでしょうか。でね、これにやっとですね、やっと世界のですね、この流れにですね、ちょっと追いつくかなというところでですね、邪魔を今しているのが、はい、福島みずほさんでございます。これね、社民党だけじゃないんですよ。社民党で覚えておいてね、今回のですね、この日本人にとって絶対に必要な重要土地利用規制法案、この審議が行われていますけれども、これを廃案にするんだと、こんな法案通してはならぬと言っているのがですね、はい、社民党ですね。はい、国民からの支持率、さすが 0% ですね。すごいですね。0% で何なんでしょうか。そんな政党、このようにいる意味あるんでしょうか。ちょっとわからないんだけれども、社民党とですね、あとですね、出ました、立憲民主党。もう日本のためにならない政党ナンバーワンと言っても過言ではですね、立憲民主党とですね、これじゃないか。こっちか。はい、立憲民主党ですね。これ立憲民主党。枝野ですね。はい、これ枝野、真っ当な政治とか言ってますけれども、はい、これも、このね、立憲民主党もですね、この重要な法案をですね、はい、消してしまうんだ、というふうに言ってます。そして最後出ました、日本共産党、新聞赤旗、日本共産党、はい、日本共産党もですね、はい、国民を監視するなんてとんでもないと、これは違憲だと、廃案にするんだというような形でですね、これね、この法案通っちゃうとですね、実はね、この3つの党っていうのは困っちゃうんですよ。うん、なんでここまでですね、この社民党とかですね、反対するんでしょうか。不思議だよね。これね、外国資本を縛るだけではなくて、この3つのですね、反日野党のですね、関係者も困ってしまうという法案になってるんですよ。これなぜかというとですね、先にね、みずほさんが何をツイートしたか読みましょうか。忘れてた。いきますね。これ本当今日のツイートよ。これね、いきますね。うん。法案8条は、内閣総理大臣は、中止区域内にある土地等の利用者、その他の関係者に対し、土地等の利用に関し報告または資料の提供を求めることができるとしていると。うん。従わなければですね、処罰されるので、基地や原発の監視活動などをする隣人などの情報を提供せざるを得なくなる恐れ。あのね、はぁ？と、当たり前のことなんじゃないの？
ね、原発とかさ、米軍基地とか自衛隊の基地とかめっちゃ大事じゃないですか。でね、その基地をですね、監視したいと思ってる奴がいるらしいんですよ。だから、水穂さんにからするとですね、監視をしてやりてえと思ってる奴がいるんでしょうか。あ、中国共産党かな、うん、反日国家のどっかスパイでも紛れ込んでるのかなって思うじゃないですか。はい、これですね、このね、監視をしているのがですね、この社民党なんですよ。社民党とかですね、立憲民主党とかですね、日本共産党なんですよ。でね、どんな人が監視をしているのか記事を見つけました。読んじゃおうか。はい、いきますね。これがですね、社民党とかですね、反日野党がですね、かばいたい集団の正体でございます。ちなみにですね、このかばいたい集団の正体ですね、これね、沖縄平和運動センターの方々なんですけれども、ここの議長さんはですね、2年前に逮捕されて有罪が決まっております。つまり犯罪者でございます。はい、この反日野党はですね、この、ね、犯罪者集団をですね、かばいたいんですね。はい、じゃあどういう人がですね、この法案に反対しているのか、ちょっと読んでいきましょうか。反辺野古リーダーの有罪確定。はい、最高裁が上告棄却という形で、これ2年前の記事なんですね。はい、米軍普天間飛行場の名護市周辺、名護市からですね、辺野古移設への抗議活動に伴い、有刺鉄線を切断するなど、もう、やばいですね。やばい集団ですね、これね。して、威力業務妨害や、器物破損などの罪に問われた反対派のリーダーで、沖縄平和運動センター議長の山城博司さんですかね。被告66歳にですね、ついて最高裁がですね、被告の上告を棄却すると決定しました。結果ですね、懲役2年執行猶予3年としてですね、第1審第2審の判決が確定いたしました。はい、これで犯罪者確定という形なんですね。22日と第4裁判官全員一致の結論でございました。さすが裁判官、見逃さないね。弁護側はですね、工事用車両の出入り口付近に大量のブロックを積んだ行為について抗議の意思を示したと、表現の自由の範囲内で威力業務妨害罪の適用は違憲だと主張しちゃいましたけれども、第2審のですね、福岡高裁那覇支部はですね、工事業務を不当に妨害したと、表現の自由を逸脱していると退けまして、有罪としたと、もうこれがね、この有罪がですね、確定してしまったということなんですね。上告審でですね、弁護側はですね、表現の自由を保障した憲法21条に反すると主張したけれども、第三小法廷は、実質はですね、単なる法令違反であって、事実誤認の主張であり、上告理由には当たらないとして退けたという形でございます。はい、判決によるとですね、平成28年1月、米軍のですね、キャンプシュワブのゲート前にブロックを積んでですね、資材搬入を妨害すると、いや、とんでもないですね。とんでもない、もうテロ組織一歩手前の方々ですね、この方々ね、うん、で、同8月にですね、米軍北部訓練場など付近で沖縄防衛局職員の肩を揺さぶってですね、約2週間の怪我を負わせ、同10月にはですね、北部訓練場の有刺鉄線1本を切断したという形でですね、いや、もうこれテロ組織なのかな、ちょっとしたテロ組織なのかな、うん、こういう組織があったんですよ。でね、こういう組織の活動がですね、このですね、土地重要利用規制法案がですね、成立するとですね、ほら、福島さんもそれは危惧してるじゃないですか。ほら、これね、ほら、土地の利用に関してですね、基地周辺の土地の利用に関してですね、報告、または資料の提供を求めることができると。で、こう、従わなければ罰されると。要するに、ね、自分たちのこの反日のね、このやばい集団がですね、法的に罰されてしまうじゃないかと。だからですね、この人たちはですね、この全力で反対していると。全力で反対してるんですよ、水野さんね。うん、これ、さすが国民からの支持率 0% ですね。恐ろしいですね。もう 0% だったら何言ってもいいわと。正体バレても、カモンわという形なんでしょうね、おそらくね。で、この方をですね、こういう形でですね、自分たちのですね、この反日団体を応援する意味でですね、これは反対をしているわけですね。これ立憲民主党も同じでございます。真っ当な政治、全然真っ当じゃないんですね。立憲民主党もですね、何を言ってるかというと、この、重要施設周辺の土地利用規制法案のですね、修正を要求していまして、刑事罰を削除するんだと、はい、罰せないでと、はい、国籍の事後届け出という形でですね、もうむちゃくちゃでございます。これ国籍も立憲民主の方がやばいのかな。国籍のですね、事後届け出をなくすんだと、事後でもいいじゃないかって言ってるのかな。もしくは事後の届け出必要じゃないって言ってるのかな。よし、とにかくですね、中国共産党がですね、土地を買ってもですね、それをですね、報告する必要はないみたいな話をしてるんですよ。一体どこの国の政党なんでしょうかね。これがですね、野党の正体なんです。でね、これと比べるとですね、熊さんも最近自民党さんしっかりしようとよく言ってますけど、自民党の方はですね、よっぽどまだマシなんですね。はい。自民党の杉田議員なんかがですね、中国企業による日本の土地購入に規制を求めると。いや、それはそうなんですよ。議員はですね、財産を守る責務があるじゃないか。これもめちゃくちゃ真っ当。めっちゃ普通。これね、偉いと思うけれども、今ですね、この反日の方々と比べると偉いというだけで、これ普通の感覚ですからね。
いや、普通の感覚だよ。いや、このくらいの感覚はですね、各国会議員さん持っていてもらわないと困りますよ。うん。だって、中国企業がですね、日本の土地を自由自在に購入できて、なんならですね、自衛隊の横の基地もね、どっちも自由に購入できて、そこに高い建物を建ててですね、日本の基地を監視すると、おかしな動きはしないか、中国にね、不利益になるような動きはしないか、どんなミサイルを買ってるんだ、どんな武器を持ってるんだ、どんな戦闘機を持ってるんだ、みたいな、もう情報を全部筒抜け。これね、今筒抜けなんですよ。いや、そうなんですよ。今これ全然やっても合法的にね、許されてしまうんですよ。これはおかしいじゃないかということで今回立ち上がったのがこの土地需要規制法案でございます。でね、熊さんがね、これ心配しているのはですね、これね、野党がわーわー騒いでるでしょ。まさかと思うけど、これね、立憲が言ってるですね、このね、刑事罰の削除とか、ね、国籍の事後届け出とか、もうこういうことになってしまいませんか？もう、ただでさえですね、今骨抜きになっているにも関わらずですね、これ以上骨抜きにしたらですね、法案成立したところで何の意味もなくなってしまいますから、ね、これちょっと皆さん本当にこれからですね、多分ツイッター上でですね、このね、土地利用規制法案に反対しますというですね、野党のおかしな動き出てきますよ。またですね、なんかね、宇都宮さんがですね、またね、35万票集まったとかですね、おかしなことを言い出す可能性ありますからね。宇都宮さんはですね、基本的にですね、自分たちの組織のね、票がありますからね、35万票は必ず集められることができるんです。不思議でしょ？必ず35万票集めることができるんですよ。うん。だからね、あんなものは全く意味がないんだけれども、全く意味がないんですけれども、これからですね、野党がですね、この審議の邪魔をしたりであるとか、うん、この審議の結果ですね、廃案にするぞという動きがですね、ツイッターの中で広まってくると思いますけど、注意してくださいね。このね、重要土地利用規制法案ですね、これ絶対に成立させなきゃいけないもんですからね。もう今でさえ骨抜きになってるんですから、これ以上骨抜きにしてしまったらですね、もう成立させる意味なくなっちゃいますからね。はい、というわけでですね、今のこの審議状況をちょっと読んでいきましょうか。いきますね。重要土地法案、実質審議入りと、規制対象500箇所以上と、これですね、これ本当にやばいぞと、これね、外国の資本に土地を買われてしまっていて、これね、基地がね、ね、一望できる建物建てられたとか、もう本当にやばいことになっている場所がですね、500箇所以上あるという話になってきてます。はい。安全保障上の重要施設周辺や、国境離島の土地利用を、国が調査規制する、重要土地利用規制法案は21日、衆院内閣委員会で実質審議入りしたと。で、政府はですね、重要施設として想定される防衛関係施設は500箇所以上だと明らかにし、機材搬入、搬出を妨害する行為を公正的に行った場合、罰則の対象になり得ると説明をしたと。この当たり前のことなんだけどね。これがですね、だって、なぜ罰則に今までなってないのか不思議でしょうがないんだけど、できればですね、この法案ですね、竹島とかにもですね、これね、竹島とか尖閣にもですね、適用できるようにしてほしいんだけどね。したらですね、竹島から韓国人を追い出したりとかできますからね。うん、で、施設機能を妨害する行為に中止勧告、命令ができる、中止区域について政府は400数十箇所の防衛関連施設周辺が指定検討対象だと説明をしましたと。これはいいことですよね。一定面積以上の土地売買に、事前届出を義務付けると、特別中止区域は、110数施設周辺が、検討対象だとしたと、在日米軍施設周辺の指定は米軍と協議をして検討すると、海上保安庁施設周辺の指定は当面沖縄尖閣諸島周辺を管轄する第11管轄、海上保安本部や石垣海上保安部に限る方針というと、小此木さんですかね、領土問題担当省は、指定区域内で施設への機材搬入などを恒常的に妨害した場合に、勧告命令を行うことがあるとしたと。こんなの当たり前なんだけどね、本当に何度も言うけど。一方で、反基地運動を念頭に座り込み、双眼鏡などを使った観察、プラカードの保管は勧告命令の対象がなんでですかね。勧告命令の対象外だそうです。いや、もうちょっとこれ骨抜きだってませんか。大丈夫。こういうのは邪魔、こういうのは命令の対象内にしないとダメでしょう。うん。法案はですね、命令に違反すると2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科す罰則規定を設けていると。政府はですね、具体的な、対象施設名や罰則基準を明らかにしていないと。野党はですね、批判を強めており、与党が法案修正に応じるかどうかが焦点になると。絶対に応じちゃダメよ。こんなの。俺、応じそうでめっちゃ怖いんだけど、小此木氏は、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性などに応じて様々な対応が想定されると述べ、野党はどこが対象で何がダメなのか、例示列挙すべきだと批判をしたという形でございます。これね、もういちいちね、こんな列挙しなくても構わないから、重要な施設をパッと決めてですね、その周辺の1キロ以内とか2キロ以内の土地はですね、購入もダメ、利用もダメっていうふうにしちゃったら俺いいと思いますよ。だって重要な土地なんでしょ？
重要な土地なんだよね。なんでこんな甘々なんでしょうか。こんな甘々でもですね、やっぱりこの法案というのは成立してもらわないと困りますから、これ応援はするけれども、応援はするけれども、これね、これからね、先に言っておきたい。もうさっきも言ったけれども、これからですね、この、ね、福島さんとかですね、立憲民主党の枝野とかがですね、おかあとはまあ、これね、やっぱり一番やばいのはね、俺日本共産党だと思うよ。日本共産党ですね、この、ね、ツイッター上でですね、このね、なんだろう、こうツイッター、など、ツイッター上でですね、日本を貶めるようなですね、ツイートをする方々をたくさん抱えているんですよ。何万人も抱えてるんですよね。で、これがですね、まあ、時々ですね、なんか反日の変なね、タグが流行ったりするでしょ。あれ全部ですね、おそらくですね、この日本共産党がですね、組織だって動いてるんです。やばいでしょ、やばいでしょ。というわけでですね、この日本共産党とですね、立憲民主党とですね、あとですね、このもう今やですね、もう支持率ゼロになっちゃいましたけれども、社民党、この3つの野党はですね、これからやばい動きをしてくるはずです。絶対に乗っちゃダメですよ。絶対に乗っちゃダメだよ。万が一にもですね、ネット民というのはですね、この重要都市利用規制法に反対なんだというようなですね、勘違いをしてはダメですよ。うん。もうね、次の選挙でですね、この3党に対する我々の対応決まりましたよね。この3党とですね、新中議員に対してですね、一体どういう投票行動するのかですね。今回ですね、この土地利用規制法案のですね、に対してですね、各政治家が何を言っているのか、これよく見ときましょうね。これ次のですね、選挙にも生かすべきですね、非常にですね、これ生かすべきですね、いい材料になりますから、これよく見ておきましょうね。というわけでですね、このね、この重要土地利用規制法案ですね、何としてもですね、廃案にしちゃダメだし、もうこれ以上骨抜きにされてはダメ。この、ね、法案のですね、審議具合というのはですね、僕ね、細かく監視していってやろうかなと。ごめんなさい、思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。いや、これ野党の動き本当見とかないとダメですよ。もうね、本当見とかないとダメですよ。前回さ、ね、忘れちゃった、今自民党がですね、動いていたですね、重要な法案をですね、野党がね、見事に潰しちゃったんですよ。なんだっけ、もう名前忘れちゃったよ。俺、ムカつきすぎて忘れちゃったよ。だからですね、今回のですね、この土地利用規制法案ですね、もう何としても成立させないとダメですよ。世界各国からもう遅れに遅れてるんですからね。もうこれ世界各国と比べてもですね、まだゆるゆるな法案なんですよ。でも大事な第一歩ですから、もうこれ以上ですね、足を引っ張られてはダメということでですね、熊さんの動画を終わりたいと思います。いっぱい噛んじゃった。ごめんなさい。というわけで、バイバイ。